かタイトルがついておりません。私はタイトルをつけるのがとても苦手で、どなたかタイトルをつけていただける方がいたらツイッターのみふゆ山崎で出てくるはずです。山崎みふゆで出てくると思いますので、こちらのポエトライ終わった後どんどん DM なり何なり送っていただければ幸いです。で、2作目ですね、白昼社さんから出ている小倉拓也さんという詩人さんの火は綺麗という、ね、第1回私学最優秀新人賞の受賞詩人の方のを読ませていただきました。今年はたまたまなんですけれども、1月のちょうど第2水曜にこちらで行われているミドミッドナイトさんのキャストに出させていただいて、でたまたまこのポエトライ第1週目の12月出させていただくことになって、で2011年の私のポエトリーシーンがトライさんに始まりトライさんに終わるというなかなか素敵な1年になりました。ありがとうございます。みふゆというのはひらがなで書いてるんですけれど、トライさんも3ということで、季節的に、3つの冬の詩を用意しようかとも思ったんですけれども、それもちょっと芸がないなということで、あえて冬を覗いてみました。それが伝わってくれれば嬉しいなと思います。でちょっと早いですかね、大丈夫ですかね。実はこれで最後になっちゃうんですけれども、